べたら最強になるサラダチキンで勝負しようかな。おお。できます。なんかこの前の前の前のついてわかんないけど。はい、チュラ TV を、ご覧の、皆さん、こんにちは。こんにちは。ピクタとたけしです。岡マックスです。皆さん、最強のサラダチキンを食べたいと思いません？最強のサラダチキンって何ですか？最強。最強。とにかく最強。もうとにかく食べれば最強になるという。あ、それは気になりますね。気になるでしょう、はい。アスリートもそうですけど、はい、まあ、最強になることが大事。そうですね。だから今日は、もう食べたら最強になる、はい、はい、サラダチキンで勝負しようかな。おお、楽しみです。はい、ということで、はい、挑戦します。はい、よろしく。はい、早速作っていくけど、はい、まずは具材を紹介していきたいなと思います。はい、はい、お願いします。はい、塩、塩、塩ね、もう大事。次は、グラニュー糖、はい、砂糖ですね。甘い。はい、甘い、甘いそして、料理酒、お酒ね。そして、調味料とこちらですね、鶏胸肉ですね。メインですね。メイン、これです。これがメインということですので、はい、ぜひ最強作っていきたいなと思います、はい。ちなみに福達さんは作られたことはないです。ないない、全くない。根性。なるほど。男飯ってこういう。男飯。根性で、はい、なんとか最強に近づいていきたいなと思ってます。はい、はい、まずは、はい、こちら、このモネ肉に対してちゃんと味が染み渡るように、はい、このフォーク使います。フォーク、はい、フォークをどうするかというと、もうとにかく刺しましょうし、はい、嫌な人、はい、嫌な上司を思い出して、なるほど、もう刺しまくる。あ、はい、もうさ、相当いっぱいいますね。やってみて。やってみて。あ、まだちょっとなんか、憎しみがこもってないから、もうちょっとこもりない。そうなんか、まあ、こういう感じでやっていくと、全体にこの味が染み渡ると、はい、いう噂。噂。こういう、やりました。はい、続きましては、何だったっけ、これかな。はい、ジップロック。そう、ジップロックに、はい、もも肉を入れます。はい、わかりました。入れましょうか。入れて、入れます。冷たいね。その後、お砂糖。はい、お砂糖を目分量で。目分量か。はい、わかりました。もう僕も、まあ、このぐらいかな。あ、入れます。はい、じゃあ、はい、このぐらいで。はい、そしたら、お塩。塩、お塩入れます。はい、ね、入れます。そしてお酒入れて、はい、お酒をちょっと入れます。もういいかな、わかんないですけど、それ入れてみて。はい、はい、入れました。入れました。はい、そしたら最後に、今日は調味料結構いろんな種類があるので、そうですね、それをまあ自分のこの好みで入れて味付けしていきます。はい、僕は まずちょっと塩コショウ入れてみようかな。柚子コショウだ。柚子コショウを入れます。自分は男飯なので、男飯。はい。あ、やばい。大丈夫かな、これ。バジルとパクチーが出ちゃいました。どんな味なんだ。これ男飯です、ね。男飯。入れます。どのくらい入れていいのかな。まあ、どのくらい入れていいか分かんないですけど、まずは。そして、やっぱり最強なので、僕もちょっとね。お。レモン。そうですね、ちょっとアスリート入れてるけど、まあ、どのくらい入れてるか分かんないですけど、まあ、ある程度、まあ、どのくらい入れてるか分かんないけど、すごいことになってますね、これ。まあ、まず入れます。男飯ですか。大丈夫です。入れます。こんな感じで、まあ、うわ、すごい量ですね。こういう感じになってます。はい、自分は、はい、オカマックス。オカマックスはですね、うん、バジルとパクチーなんで、はい、ポポはどう、同じ色にしかならなかったです。で、あとはもう閉じるときに気持ち込める。あ、気持ち込める。なるほど。アスリートって気持ち込める。 あ、そうですね。で、その後を揉む。はい、これを揉みます。揉む。そして、はい、ちょっと匂いしてみよう。匂い。あ、はい、匂いしてみましょう。ちょっと、はい、どんな感じ。
じゃあ、わかりました。あの、福田さん、交代するっていう話はないですよね。いや、交代あ、それ、どうしようかな。できましたので、できました。じゃあ、早速この愛情たっぷり、はい、最強サラダチキンを、サラダチキン30分冷蔵庫に、入れて待ちます。はい、はい、じゃあ30分筋トレできますね。筋トレできますね、はい。はい、じゃあ早速、はい、この余熱もしっかり通ったことでまずは開けます。はい、はい、開けていきます。じゃじゃーん。うわ、すごい匂いがすごいですね。はい、はい、できました。いい感じ、なんかそうですね、感じですね。じゃあ切りますか。はい、はい、切ります。いきます。はい、はい、おお、おお、美味しそうだ。いい感じで切りました。あ、すごい、しっかりと。まずはこれは福里武史のサラダチキン。そしてまた、じゃあ今度は他の人いきますか。おおおおお、いい感じですね。これはいい感じだ。美味しそうですね。できました。最強サラダチキン、サラダチキンということです。じゃあ早速、はい、食べてみましょうか。はい、はい、やってみましょうか。私が美味しいから対決ですね。そうですね。いただきます。それではいただきます。いただきます。うんうん、美味しいよな、美味しくない。美味しいよな、美味しくない。でもうまいです、基本的に。じゃあちょっと他のマックス、これ、あ、はい、これ食べて。あ、いいですか。いただきます。いただきます。うん、うん、お、あ、ちょっとあのパクチーやってる、パクチーやちょ、バジルからこの、なんだろう、最初に来て、その後に後半にパクチーが来ますね、これね。あの、調味料の量を間違えてます。ということで、はい、結構美味しかったですね。意外と、なんか美味しかったですね。調味料サービスの中で最高、もうサラダチキン、最強のサラダチキン、最高でした。これ毎日でも自分食べれますね。毎日ね、はい、毎日食えるこれ。毎日、まあ、作る時間を考えると、ほんと ね、 そうですね、食えないだろう。だって俺らはね、あのスポーツ選手だし、はい、もう毎日サラダチキンだと、そうですね、なかなか確かに厳しいかなと思うよね。はい、そんな時に、はい、こちら、なるほど、はい、こちらですね、あのイミダゾール。イミダゾール、何かというと、渡り鳥の、はい、このずっとずっと飛び続けてやった、そのエネルギーと力、持久力がこのイミダゾール。あ、なるほど。だからアスリートだけじゃなくて、働き盛りの40代50代とかね、もうたくさんの人にこの最強サラダチキンと同じような効果、はい、それ以上の効果がここにある、なるほど、相当楽ですね。相当楽だ。もう僕らもね、俺らも毎日これきついから。そうですね。だから簡単に取れるやつがこのイミダゾールです。なるほど、最強ですね。最強で、最強イミダゾール、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。